サンジェーダットによるキャメル・クラッチキャメル・クラッチはプロレス技の一種である。日本名はラクダ固め、馬乗り固め。メキシコではカバージョと呼ばれている。うつ伏せになった相手の背中に乗り、首から顎を掴んで、相手の体をエビソリ状に引き上げて背骨や首にダメージを与える。相手の両肩を自分の両膝にフックすることで、 相手の両腕の自由を奪って仕掛ける場合もある。技を仕掛けている様子が、ラクダに乗って、手綱を引いているように見えることが、技名の由来である。ザ・シークを、はじめ、グレート・メフィスト、シーク・アドナン・アル・ケイシー、スカンドル・アクバ、アイアン・シーク、モハメド・ハッサンなど、一コブラクダの原産地である、中東ギミックのレスラーが、得意技としていた。 1983年12月26日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われた WWF ヘビー級選手権試合において、この技でアイアンシークはボブバックランドから TKO 価値を収めて WWF 王者となった。カウボーイのギミックで活躍したネルソン・ロイヤルはラクダを馬に見立てテキサスブロンコバックブリーカーの名称で使用。 パワーファイター系のレスラーでは、スーパースタービリー・グラハムは、スーパースター・リクライナー、グラハムの影響下にあったスコット・スタイナーは、スタイナー・リークライナーと称して使っていた。ルチャリブレにおけるカバージョの考案者は、ゴリー・スペシャルの考案者でもあるゴリー・ネレロ。エルサントも、メキシコでの使い手であり、息子のエルイホ・デルサントにも受け継がれている。ジュニアヘビー級選手のタッグマッチでは、 キャメルクラッチを仕掛けたパートナーへの援護として技を仕掛けられている相手の顔面に低空ドロップキックを放つ動きがよく見られる。漫画作品においては筋肉マン、登場へしゃげめん男に登場するラーメンマンの得意技として描かれており、キアメツリュー、クオチケツという当て字もなされていた。ローリングキャメルクラッチとも呼ばれる、三沢光春のオリジナル技。前転して、 うつ伏せの相手の上に馬乗りになり、キャメルクラッチに移行する。スコット・スタイナーのオリジナル技。キャラクターチェンジインを使用し始めた、スタンディング式の変形キャメルクラッチ。通常とは違い、自らが前屈に近い状態になり、膝立ち状態の相手の腕と首をロックするような形で締め上げる。前世紀の WCW 末期は、スティングやゴールドバーグ。 ダイヤモンドガラスページらの大物選手を下すなど、勝ち星を積み重ねていった。WWE 所属時には、首のみをクラッチするような普通のキャメルクラッチになっていたが、それ以前にほとんど見せることがなかった。藤田和幸のオリジナル技。相手の首をスリーパーホールドで捉えるキャメルクラッチ。柴田勝頼が若手時代に使用していたオリジナル技。相手の両足を デスロック状に固めて極めるキャメルクラッチ。荒崎人生による極楽固め。荒崎人生のオリジナル技。相手の両手首をつかみ、両腕を相手の首元で交差させて極めるキャメルクラッチ。ミスターガンの助が荒崎人生との交渉時に極楽固めに対抗して開発したオリジナル技。尻餅をついた相手をフルネルソンの体勢に捉えて、 そのままうつ伏せの体勢に反転させて、上体を起こして、両手で、菩薩の手の形を作って極めるキャメルクラッチ。ローギーのオリジナル技。ドラゴンスリーパーの形で首を極めるキャメルクラッチ。つくしによる、トゥインクルスターロック。つくしのオリジナル技。腕ではなく、足を使って極めるキャメルクラッチ。岡田和地下のオリジナル技。 相手の両足をクロスさせてから極めるキャメルクラッチ。読みは、クシロック。クシダのオリジナル技。浮き方の体勢で相手の背中に膝を押し当ててから極めるキャメルクラッチ。谷口周平のオリジナル技。2019年より使用中のフィニッシュホールド。変形キャメルクラッチという名で使われていたものを本人がツイッターで命名。 背後から相手の片腕を髪型に、くの字に曲げて、固定、さらに相手の首に、自身の片腕を回して、スリーパーホールドを決め、その状態のままキャメルクラッチのように、相手をうつ伏せにしてその上に馬乗りになって、相手の背中を反らせる。小川義成のオリジナル技で、プロレースリングのア参戦以降ここ一番で、たびたび使用する技。フィニッシュになることも多い。アームロック式。 キャメルクラッチとも呼ばれる。うつ伏せにさせた相手の背中に馬乗りになり、自分の両腕で相手の片腕を V1 アームロックのように後方に、くの字に曲げて固め、その状態のまま相手の体を反らせる。プロレースリングのアに参戦していたナイジェル・マッキーネスは、ノアマットで、ロンドンダンジョンの名で、初使用し、以降は、主要技として使用した。田中正人のオリジナル技。 キャメルクラッチの体勢で相手を変形肩端目で相手の首、腕、背骨にダメージを与える技。FMW 全盛期に主にユニット、猛毒隊のメンバーが使用。通常のキャメルクラッチに入る前に、セコンドが狂気を手渡して、それを手に持ったままキャメルクラッチを決めて、狂気を相手の額に押し付ける。もちろん、反則のためごカウントの対象となるが、 カウント4の手前でブレイクすることにより、延々と続けることができる。ありがとうございます。